あの人は誰だったんだい？隣の家に住んで。なさよ。海の人間に。昔読んだ漫画、その男の。だから男は。なあ、海の。あ、でもあなたは。いいよ。あと、そんな風で、さっきの漫画のハッピーエンドだ。サヤと一緒に。もうあなた、でも身勝手でいい。あとの、この位置、これは。そう、パパはね、お父さんが電話してみ。でも明日にでも。でも言ってしら。その少しはねえ、いいって。いいの、パパってさやのこと本当。うん。いや、さやのこと、それにさや。うん、やっぱり。そりゃでも勘違い。うん、さやもふみ。あ、相談が。あ、待たせたか。前にも話した、それがな。で、一体どういう。だってお前も僕の、僕とお前とで。ともかく、まあ。で、栃木の住所はこれ。今から出発。まあ、別荘かな。多分東京に戻。悪いな。いOh, my God.
誰ですか？オウミちゃん。オウミちゃん。出てきて。オウミだけどいなくなった。そう、心配だね。もう一度。いや、まるで気に。そう、彼女オウミはな、筑波人目につかない。これ写真だとどう。なるほどな。行ってみよう。人目につく。電話サービスセンターに接続し。どうも。東京に戻って。電話中に何のつもりだ。落ちた拍子。お前どうして。別段います。せっかく人目ついでに。お前
何様の。む、そんなに理由の欲しい。文則、筑波が。ただいま。おかえり。遅くなって。ふみのりは。どういうこと。まだ内緒。軽く何か。そう言うとも。季節で夜中あたりはその工事。おいおい。で、あ、工事が消えたの。その人。それが真っ赤。さやはね。さーてと。出よう文則。目をつぶ。目を開けちゃダメ。危ないものじゃ。さあ、ご。どう、ふみの。綺麗だ。この子。だから私。私の。どうして。ねえ、ふみのり。隣のおじさんにした。実際にこれ。人か人目の勉強だって。あれ、私にはでもね。喋れ。うん、なんだかんで、どうだって。ふみのプレゼン似たよ。いや大丈夫。やそれにこのね。嬉しく私この子の背を。そういう嬉しいよ。いや、僕がさや。この子はね、みのりが。それこいつ男って。ほら、これって。うんうん、わ、じゃあさ、いいのか。ふみのりと、この子は私と。さやは。うん。そっか。もちろん。ねえ、ふみのり。それでもいいって。うん。じゃあ、さよ。
ねえ、あめ、さや、うわぁ、これは…あようになんて…気持ち、うん、かわいい、ねえ、ああ君は…うまく…タンポポ…綿毛の…もしかしたら、そんな時、それを想像…種は、ただ、ひと…頑張って、そんな風に…た…それはね、タンポポの…花…ず…他の誰か。ひどいありさ、飲み込まず。あ、スピリタスウォッカ。電話をよこしたな。行方不明。じゃあ、したよ。まあ落ち着け。何か、そうか。どういう意味で。トノー君、君、こういう仕掛けか。前にも。私は先に進む。一緒に行きます。前にお会いし。ここは病院じゃない。じゃあ。さあ、ど。何です?あの井戸から。長さは私が使った。外のどこかに、その後、な、こうやって。先生。ああ、君、他に出口。なんで?ショットガン、私にはこいつ。
そんなもの持ち王外の正体あの時にそうなってればだからその辺をよく見るんじゃない。いいか、ここまずいと思ったらす。レッスン1、機械の目で記録。一体どういう。ここまで深い。あと水晶球とか。とりあえず。王外って人は。ん？お目覚めかい。食べる元気が。俺を。あの地下室。苦労して破ってみ、隠し部屋に機材を運ぶ。そこまで。昔はね、世界中の自分一人が秘密。ふみのりは地下の死体とふみ。今それを調べてる。私が咲坂君。ええ。うん。だが王外に血縁しだが、もうサヤという。サヤ。さて誰なの。間違いなくもし咲坂君がこのサヤと呼ばれるだとしたら、さっきも言ったよ。もう二度と後悔す。俺が警察。文則がやったことは殺人。目撃者はなあ、殿君、彼らの職分不条理なもの、彼らの思考はそれこそ事実がどうあろう、そこまで決め、そう、君が作すると、あるいはもっとシンプルに、この三案のと、こんな博打に、そして君がそういう乱痴、身辺で火の手が上がれば、私が王が教えてく、あなたが警察をさなあ、君はここいら辺で降りた方がいい。王美は俺の恋。そうだ、忘れろ。今まではどうである。じゃあ筑波は、彼女はどうなる。そりゃ何十、私が君を助け、遅すぎるよ。あんたはあの井戸で俺の死体。そりゃ覚悟してたからね。どのくらい。ざっと半日ばかり。念のため聞かせてもらう。東京へ着くは要はまだ人の話聞く耳も。もう少し前、王外が鞘と名付けたものが何だった。筑波が死んで。殿君、仮にも一。あと四発入ってる。どこでどうつ。よう。驚いたね。井戸の底に会えたぜ。何もかもわか、何もかもバラしてやる。
貴様。サキサカ君、彼はもう引き。海乗り、俺にだって情けは。お前がこれ以上誰も、俺だってこれ以上。大海という、大海のことは本当に知らない。要は、お前のところにいるんだ。彼女はね。筑波を解放しろ。信用でき、お前に選択。後でまた連絡。ちょっとやっかなさよ。まあ、そんなことより、え、もう踏み乗りったら。いや、そうや。いいよ。欲張り、絶対。当然。本当。大丈夫。